人に責任をなすりつける気か？なすりつけるわけではなく君のせいだ。まったく高校から入学してきた奴らはこすっからいからな。エスカレーター組の奴らは上から目線すぎるぞ。何よこのドタマが。つまらないことで争わないでちょうだい。ケーキがまずくなるじゃない。はあ、ケーキを美味しく食べるためにはこのままじゃまずいかしらね。あなた方、無限機動杯の試合も近いというのに何をくだらないことで争っているのかしら。編入組の屋台がこの学園の品格を落とすか。いい加減にしてちょうだい。これからデザートを食べるところだったのに。このような時にデザートですか？たい焼きが？マリー様、なぜそんな下賤な食べ物を。チョコレートが入っている。何、ショコラだと？みんなの分も用意させたわ。召し上がれ。合わなければならないと。そうか、全く違うと思えるものでも食べてみて。カビアドもいいぞ。フランスパンに入ってる。何ですって？私に考えがあるわ。クエのスパイが乗っていると思われます。ローリングアクション。用意して。みんな準備 OK ね。ローリングアクション。フラッグ社は我々だ。フラッグ社なんてじゃんけんで決めればいいじゃない。そんないい加減な方法で決められるか。マリー様に盾つく気か。外部生の分際で生意気だ。仕留められるのはお前らの方だ。これはとても聖者堂大会どころではありません。カット。はい、敵撮影終了しました。みんなお疲れ様。これで試合が楽しみになったわね。まずは初戦突破を目指しましょう。大洗女子学園対 BC 自由学園の試合を行います。よろしくお願いします。おい、隊長に頭を下げさせろ。お前が自分で言ったらどうだ。どうして私が頭を下げなきゃいけないの？同じエスカレーター組だろうが。汚れ仕事はお前らの仕事だ。私がケーキを食べ終わるのと、あちらの白旗が上がるのと、どっちが先かしら。もう絶対。うまくいったな。ああ、結果としては残念だったが。でも、あの大笑いをギャフンと言わせられたわ。所詮は干し芋みたいな子たちなのよね。このクリームの乗ったケーキとは違うわ。私たちにとって宮殿の裏庭みたいなものだわ。干し芋さんたちはレジスタンスのような遊撃戦を恐れているから容易には手を出してこないの。じっくり行きましょう。最も辛抱強い人に勝利はやってくるのって誰かが言ってたわ。張り切ってるわね。うん、持ち場を離れるとは何事ですか？いいのよ、仲間の奮戦にいても立ってもいられなくなったんでしょ。あなたたち、仲の悪いお芝居はもういいから。お芝居ではない。やっぱり外部生とは協力できません。こいつらは敵だ。それはこっちのセリフだ。このマルモン厳正。なんだめ。こちらこそ、まるで革命が起きたかのようなすごい試合だったわ。次は絶対革命鎮圧してあげるけどね。マカロンもっと食べてもいいかな。もちろん、好きなだけお食べなさい。はーい。よくのよ、王者の戦いを。はい、
わかりました、先輩。もうケーキを食べてよろしいかしら。ジャングルの中で戦うなんて大変ね。ジャングル戦なら千畑には有利かもしれませんね。有利とは言っても相手は大洗いだぞ。どちらが勝つのかしらね。予想外の展開になったな。千畑が生まれ変わったからだ。我々も変われということか。無論この戦いは長引きそうね。長引くのならバラブロに入ってもいいかしら。まだ試合は続くのね。もっとケーキを持ってくればよかったわ。ケーキがなければカランバールでも食べてなさい。あずみお姉様ひどい。私はそろそろ休ませていただきます。おやすみなさい。おお